くですよ。そうなんですよ。あの実際切り合いになったらどうなのってなったら回するしかあのないですよね。いやあの分かんなかったです。いつ抜くか。そうですそうです。特に初めはこうカッてくるとかあれとかいやすごいですよ、ね。であれはあのまあそっからも言われて分かってたんですけど、自由組み立ちやり始めてから特に分かったんですよ。これこのままじゃやられちゃうなっていう、こうじゃないとやれないなっていうのをやっぱね思うんですけど、これ数学とか科学みたいなもんだと思うんですよ。決してこの神がかったもんじゃなくて、よくあるじゃないですか、武道だったらなんかこうその分かったような分からないような絶対普通じゃ分からない、いや達人だからあれなんだろうなみたいな、そんなもんじゃないと思うんですよ多分ね。なんか全部合理的で、そこがね極真と似てんですよ。だってここが神経変えてるからやられたら痛いだろみたいな、本当だもんみたいな、後ろからひたひたとか迫る資格のなのか、あるいは後ろを歩いて後ろついてこいって言ってるのか、これで生きる気はなさそうだな。この間を前外してそのままグッとこの後ろの男の水月を切ってるわけです。だけどついてるわけです。グッと疲れたこの相手の反応をこう見ながら、相手グググググって感じですよね。ググ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 グで、これでこの峰で顎をかち割ってるんです。これダーンとかち割るんです。この相手のベストの間合いだから、自分にとってもベストの間合いなわけですよ。もうここはあえて顎をかち割られて、もうわけわからん向こうに行ってるわけです。そのまま前に切るわけです。あとこの止めがですね、多分無我流のうちの特徴だと思うんです。必ず切っ先は相手につけて止めろって。よくあるのはこうやって落としてしまう。これをこう落としてしまうと怖くもなんともなくなりますよね。相手は迫ってくる。だけど最後まですんなよ。相手は本当に倒れるのかなって、まあ、確かめつつ相手が倒れたな、あとはもう普通に血ぶりだけど、この時も私たちの場合はあの後ろから敵が来るかもしれないって、後ろの敵に動くなよって、動いたら切るぞっていう気持ちで納刀していくよと。だからこの納刀も抜刀の真逆で、あの至らん飾りをつけるなよって、いつでも抜けるようにしとけよっていうのがこの月影観音ですね。次のやつはさあ、娼婦梢に風です。こうやって座ってます。右側に置いてるから相手は刀を抜かないと思ってる。じゃあそういうことでさようならって、この背が向こうにもう追いやってしまって、このままパンッ逆手で切って切り上げて、まあ、あとはもう相手の反応を見ながら後ろに倒れていく相手をこんな 真っ向から切っている太刀、多分その初出しで決まってしまえばそのまま後ろにスッと下がると思うんですけど、相手が動くなよって、動いたらつくぞっていうこの姿勢を崩さず後ろに下がりつつ、視界の隅に作業が大体入るので、入ったらこのまま鞘を取りつつ相手の反応を確かめつつ動かないなって、で演算ですね、まあ、演算遠い山って書くんですけど、もう相手に気持ちはとらわれてないよって。最後のやつはですね、さあやるかってやるかってスーッとやるか、相手をこう逆餌で切り上げたら、相手がかすったかかすってないか分かりませんけど、このうっスッと後ろ下がってるので、このまま相手を逃がさずスッと目につけてしまう。さあどうする、ずーっと切っ先で追いかけて、これで相手をにその真っ向で、もうこの時は切ってないわけです。後ろに離れていくので、あとはゆっくりここは離れていくので、もう敵の逃げるのを許してこうチブリですね、ゆっくりチブリ、普通のチブリとはちょっと違います。こうやって切っ先はこれも止まるのが無我流の特徴で、これ止める技術がいると思うんですよ。この止める技術だけはですね
相当研究しました。いろんな動画見られたらいいと思います。止まってないですよ、みんな。これに口うるさい師匠でよかったなと今になったら思うんですよ。今になったら分かる。自分の師匠がこの細かい師匠さんにうるさい人で、おかげで自分がそれができるようになってし分かる。面白いですよ。